弘前市立第五中学校キャプテンの竹内蓮です。優勝した時の気持ちは、みんなで協力して準決勝決勝と勝ち進んで、みんなで協力して勝利を勝ち取ることができたのでとても嬉しかったです。試合を振り返って、僅差で準決勝決勝と上がってきたので少し緊張していましたが、みんなで線になってできたのでとても良かったです。勝ちにつながったことは、みんなで線になるという目標を掲げてきたので、みんなで心を一つに頑張りました。優勝したことは、今まで支えてくれた父母の皆様、そして応援してくれた後輩、そしてずっと支えてくれたコーチ監督の皆さんに伝えたいです。最後に、県大会への意気込みは、みんなで協力して優勝を勝ち取り、みんなで全国大会へ出場できるよう精一杯頑張ります。附属中学校キャプテンの村井さくらです。優勝した今の気持ちは、今まで頑張ってきたことを全部発揮できてとても嬉しかったです。試合を振り返ってみて、みんなが粘って大将戦までつなげられたことが良かったと思います。勝因はチームワークの良さだと思います。優勝したことを、今まで支えてくださった親や指導してくださった先生やコーチに感謝の気持ちを伝えたいです。ありがとうございます。県大会出場の意気込みは、東北大会出場を目指して、せーの、頑張ります。